まずちょっとその辺の追加調査、どういうふうな水準といいますか、はい、なっているのかを、はい、まあ、関西電力が評価会合を受けてですね、追加調査の、求め、我々から追加調査を求めまして、それで海側の方でですね、その、破砕帯が確認されたところをもっと深く掘り込むとかですね、トレンチを広げるとかっていう作業を今やっておりまして、それがほぼ出来上がりましたので、つまりね、活断層であることを否定した人がいないっていうことが重要だと思うんですよ。でただ単に言ってた、今私たちは極端に活断層の疑いがついてるのは1名だって言ったけれど、この判断においてやっぱ疑わしきは活断層だっていう立場に立ってくれっていう今日は要望なんですよ。つまり5人いる中で専門家が活断層の疑いが強いと、まあ、1人か2人か3人か4人か分かんないけれどで言えば、それを耳を傾けるべきだということなんですよ。指針と手引きについては、これ指針と手引きもあるけれども、専門家のそれぞれの、いや違う違う違う、これ正確にちょっと申し上げると、はいはい、指針と手引きも踏まえますけど、それは、今基準の見直しも並行してやってる段階なんで、それにとらわれず専門家の先生方のまさにご意見を踏まえて判断をしたいっていうのが島崎先生であり規制委員会としての考え方なん で、ね、当然手引きは踏まえますし、うん、あとそれよりも厳しめの多分評価をされる方もいらっしゃるですし、ね、はい、いらっしゃいますし、はい、そういうものを踏まえて判断をしていくことになるかもしれない。いや、もう50ミリシーベルトの方がいいじゃないかという議論がされてますよね。事務局は50ミリ出してますよね。はい、避難の基準について、ね、はい、7日間50、はい、50の評価はやるんです。となるとこのシミュレーションの評価はみんな間違ってるということになりますよね。そこはそういうご疑問が出るのはよくわかるのですけれども、具体的にその避難をしていただく基準を設定するということと、今回シミュレーションでお示しした、いやまさにその20だったから20の範囲だけやればいいということではないんですよね。今の事務局がご提示しているのか、その50の自治体は30キロ外に出ている自治体もあるわけですよね。そういうところは防災計画なしで済まされるんですか？それって非常に問題じゃないですか。つまり規制委員会としては、ね、私は50はとんでもないと思っていますよ。ただ曲がりなりにも規制委員会としてその OIL、 その50ミリシーベルトってそういう方向性を出したのに、その30キロの外側に50ミリになる達するかもしれない自治体があるわけですよね。もともとシミュレーションの結果にかかわらず、そういう地域は当然ですけれども存在するんです。気象条件がいろいろな状況がございますから、そこはどこまで準備をしておくかということだと思っているんです。そういう自治体は防災計画なくていいんですか？そうですね。で、実際の自治体が立てなきゃいけない計画はその後ですよ。だって、はい、ね、年間20にするんでしょ。そしたら年間20の区域が どの地域になって、で事前にどういう準備が必要かっていうのは必要じゃないですか、うん、これすいません、その範囲がどれぐらい及ぶかっていうシミュレーションは必要じゃないですか。わかりますが、それを個々にその具体的な対策に適用しようと思うと、まず何が起こるかっていう、でも、ね、少なくとも、ね、7日間100ミリの根拠はもうなくなったんですよ。だから IE のそれ採用しないんでしょ。ですから採用しないんでしょ。そしたら少なくとも7日間50でやらないと、そう、何説明つかないですよ。それで